皆さんこんにちは。ニューゲームを始めるたびに流れるこのシーン、皆さんは飛ばしたいと思ったことはありませんか？今回は様々な場所、派閥からスタートできるモッド、オルタネートスタートをご紹介したいと思います。このモッドではニューゲームで始めるといきなりキャラメイク画面からスタートすることができます。キャラメイクを終えて名前を決めたら、独房から始まります。独房の中には、ベッドとマーラ像が置いてあります。ちなみに、この時点で独房からは出られません。なので、まずマーラ像に話しかけてください。話しかけると、スタートしたい状況と、場所の選択肢が出てきます。いろんな状況からスタートできる選択肢があるので、ドラゴンボーン、としてではなく、例えば、吸血鬼や無法者になりきったプレイが、より楽しめると思います。今回は、このうちの4つをご紹介します。1つ目は暗殺者として始まるパターン。マーラ像と話が終わったら、ベッドで寝てください。目が覚めると、この選択肢では闇の一党に所属した状態で開始されます。場所も闇の一党のアジトです。もちろん闇の一党の構成員から攻撃を受けるようなことはありません。二つ目は、人里離れた隠れ家に住む吸血鬼だを選択してみます。吸血鬼を選択すると、目覚めた時点で吸血鬼になっていて、特殊なエフェクトが入ります。暗くて見えにくいですが、目も吸血鬼特有で黄色く光っています。パワーと有効な効果も見てみます。普通なら、この吸血鬼の隠れ家に入ると、吸血鬼さんから攻撃を受けるのですが、敵対しない設定になっています。獲物と話をする気はない。ちなみに、ジャーナルを開くと、どういう経緯でこの場所にいるのかが記載されています。他の選択肢を選んだ場合も、それぞれに経緯が用意されています。三つ目は、帝国軍兵士を選択してみました。開始場所こそドール城ですが、尖った王冠発生前なので、一応、まだ陣営を変えることができます。最後に、カジーとキャラバンの護衛です。護衛といっても特にやることはないので、カジーとプレイをするなら、始まり方としてはいいかもしれません。いかがだったでしょうか？今回はドラゴンボーンの宿命を離れて、様々な場所、派閥から開始できるモッドをご紹介しました。ぜひ、通常開始に飽きてしまった方はこのモッドを入れて、
様々なロールプレイを楽しんでみてください。始まり方の全選択肢と、ダウンロードリンクは動画説明欄に載せておきますので、そこからダウンロードしてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。